ご視聴いただきありがとうございます。 SD ガンダム BB 戦士ナンバー20のパーフェクトガンダムのキット、以前に製作したものですが、今回は塗装のし直し、水性アクリル塗料を使ってシールで色分け対応したところをリペイント、追加塗装、色彩の変更をしました。先の動画でノーマルガンダムの塗装までできていますので、今回はパーフェクトガンダムのパーツを色塗りしました。塗装の様子をダイジェストにまとめました。塗料はホビー用水性アクリルのシタデルカラー、筆塗りで色付けをしていきました。カラーごとに見ていきます。最初に使ったのはアバーランドサンセット、黄色です。次に赤、メフィストンレッドです。黒、アバドンブラックを塗りました。バックパック、ロケット砲、ブーツ、ボディープロテクターの一部に塗りました。色の境目や細部は面相筆で、広い面積は模型用のブラシなどで着色しました。さらに細部は先端を糊で固めた細筆を使用しました。ここで白、コラックスホワイト、シタデルカラーでいわゆる白、隠蔽力の高い顔料を多く含む塗料です。少しグレーがかった白です。白が仕上げ色となる箇所、ブーツなど脚部、ショルダーアーマー、ボディープロテクター、バックパックの一部に塗りました。こちらが今回の色塗りで使用した塗料。塗装にかかった時間は約50分でした。次にグレー、メカニカススタンダードグレーです。腕用強化パーツ、ハンドビームガンの一部に塗りました。パーフェクトガンダムのボディの青はマクラーグブルー、成形カラーの青よりは若干濃いカラーです。墨入れ、質感を出すためにシェイドカラーのナルンオイルという塗料を使いました。塗装後は水性トップコート艶消しを全体に吹き付け、乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。ノーマルガンダムを強化する形で組み上げていきます。このキットは1989年1月に発売されました。ノーマルガンダムを組み立て、武装してパーフェクトガンダムにチェンジする構成です。パーフェクトガンダム用の強化パーツはショルダーアーマー、ボディープロテクター、バックパック、ロケット砲、ブーツ、ハンドビームガン、腕用強化パーツです。塗装後がこちら。ということで、今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー20パーフェクトガンダムのリペイント、前回のノーマルガンダムに引き続き強化パーツ装備でパーフェクトガンダムを作りました。今回もご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。